結果的になかなか少ないと思うんですけど、そうですね、斉藤選手、このカードは決まったとですね、はい、やはり緊張感っていうのはかなり高いものがあったと思うんですけども、もちろん高かったです、いざこう鏡をですね、はい、見つけてこうリングに入場してくるこの場面、はい、どんな緊張感ありました？もうとにかくここに入ったらもう逃げられないっていう感じの緊張感がものすごいありましたね。相手がですね、大御所、DNT、もう一筋も二筋もですね、いかない強敵なんですけども、はい、ひどいことしますからね、この2人は。そしてこの試合のルールなんですけどもね、4人が同時に戦うルールで、狂気の使用も OK ってことなんですけども、菊田さん、はい、アイスマンはチェーンを手にしてるんですけども、斉藤選手は素手ですね。そうですね、はい、手ぶらって感じですね。はい、これはどういうなんか考えからなんですかね。斉藤選手、狂気使用 OK だったんですけども、はいはい、アイスマンがチェーンを片手に斉藤選手の手ぶら、はい、その理由は何なんでしょうか。一応あの格闘家ということを意識しまして、はい、それで自分の狂気は一応拳だということで、それで手ぶらできました。かっこいいですね。かっこいいですね。かっこいいです100%。そういえばですね、以前、精神科医の館長、青柳館長がですね、番組ゲストを来ていただきまして、アイパンチキル、皆さん思い出しましたよ。拳が狂気ですよ。あー、その拳が狂気という斉藤選手の対戦相手は、あー、マネージャーのビクター・キノリ、機内持ってますね。そして、あー、ステージ精神、つながないのポーコと、DNT。どんな試合展開になるか全く予想のつかないこの時間無制限一本勝負カリビア裏側刑事デスマッチです。さあ早くもアイスマンが TND、 そして斉藤は交互に突っかかりました。これちょっとタッグマッチですけど、はい、4人が同時に戦うルールですね。そうですね、それからカリビア裏側というのは来てると思います。はい、さあ4選手が交互にどこまでこれは死闘が繰り広げられるか。おっとアイスマン最強ベビーフェイスの2人幸先のいいスタートですけども志木さん、はい、いい攻撃ですね。そうですね、これ難しいのはだから一人を仕留めようとしても、はい、もう一人いますからね、すぐ近くで戦ってるわけですから、はい、この辺が難しいですね。さあ TNT の毒切りが出た、早くも乗っているぞ TNT。 そして交互は斉藤ラリアートから、あ早くもブーツ、憎らしいミスターポーコ、すいません市場が入りました。私斉藤さん、今の話が聞きましたね、はい、スタジオマッチたまらなかったですよ。斉藤さんはこのポーコっていうのは、はい、どうですか1シリーズ2シリーズ振り返りまして。ひどいことしますよね本当に。今のこの選手タフですね。タフです。ですから斉藤選手も蹴り甲斐があるんじゃないかと思うんですけども、でももっともっと強く蹴ってもう倒れるぐらいまで骨折るぐらいまで蹴りたいと思います。はい、しかしその足のですね、この試合前での足の体調はどうだったんですか。怪我心配だったんですけど、一応あの足の筋の方を切ってしまいまして、まあ、テーピングで固定しながら出るという形だったんですけれども、はい、でも怪我なんて言ってられないですよね。そうですね、プロは関係ないです、はい、関係ないです。志田さん、はい、このポーゴですけども日に日にですね、凶暴性増してるんですよね。しかし凶器持ってないと思ったら足に持ってましたね。ブーツもう身につけてるものを何度も使いますからね。本当にくせもんですね。あこのブーツ攻撃、これ普通はやっぱりナックルも斉藤選手ブーツっていうのは当たりどこ悪かったら一発で献血が出るんじゃないかと思うんですけど、かかと痛いです。一度ご家庭の皆さんもやってみたらいいと思うんですけど痛いです。もう、ね、斉藤選手そんな皆さんもそうなんで、もしやってダウンしたらどうするんですかね、お茶の間の方が。僕たちやってみましょうか。これはやめましょう。あーブーツ攻撃なおも続いています。そして TNT はアイスマンを、あーもうマスクの上からですね、あーナックルパート、やはりあーここでプエルトリコキャプタル軍が完全に流血を狙ってますね。来ましたね。この組はもうまず流血させてという感じですね。はい、そして志賀さん、このキャプタル軍はですね、無法マットのプエルトリコがホームランですから、もうカナビデスマッチは何度も経験してますからね。あーもうお手のものでしょう。はい、あーこの金網をですねうまく利用しないとこの金網でスマッチでのルールを生かせないんですけども、今 TNT がですね金網、あっとアイスマンダウンです。
そして向こうがポーゴに、ああ、いたぶられてますね、斉藤選手。ああ、と、ぶっこいき長いですね。さあ、4選手が全くリング上、上から逃げられないということでね、もう、俺はリングに上がった選手でないと、このなんていうか、恐怖心とかいいの、斉藤さん。わかんないと思いますけど、なんか本当、別世界っていう感じがします。なんかやはりこの金網の中っていうの演出独特、逃げたいとか思っちゃいましたか？いや本当にそういうの人間ですからね、プロレスラーといってもそうですね、もう逃げ場がないわけですからね、普通はあの場外に落ちて、周りを取るとかですね、そうですね、試合を組み立てられますけどね、石川さん、はい、場外に逃げようと思っても金網がありますからね、そうですね、ラッキーはね、ここで東郷は斉藤に、乗ってよ。福島さん、昔は金網デスマッチの、あの、組み立ててるですね。足にぶつけますよね。この金網にぶつけるところは、まあ、この試合のハイライトですよね。金網デスマッチのスクリルっていうか、見どころですかね。そうですね。バシャーンって音がね、これがもう金網デスマッチらしいっていうか、魅力になるんだね、見る方にしたら。やる方はたまらないですけどもね、不安としたらば。さあ、ポーク、佐藤さん。はい。ここで、あの、金網から柱に付けられましたね、はい、ほとんどね、額ばっかりを狙われてますけども、そうですね、あの髪で剥げたんですよ、あの髪がやっぱりあれで抜け方っていうのは本当にもう競技道、はい、そうですね、試合後ですか、それ分かったのは、そうです、じゃあさ、金網でしたマッチで髪の毛が抜けたんだよ、いいんですね、あまり知らなかったですね、それは、はい、これは TNT のね、T-DAX をね、破りつけたんですけども、あー、ポーゴと。あ、これね、カウント3取られても終わらないですよ、まだ。あ、そうですね。その後の10カウントがありますと。はい、10カウント数えて KO ですね。まあ、今一応、2で跳ね返しましたけど。はい、さあ、ラリアートでカウント2です。そうなんですね。ここ入っても大丈夫です、まだ。はい、3カウント後、10カウント数えて KO ですね、そしてギブアップは即試合終了ということで、はい、あ、なおもラリアート、それを最後かわして、おっと、リーブロックで、おー、右左、蹴りを見ました、おー、スクロスローリングスバット、そして、おー、これはいいぞ、鉄球、やるもんですね、はい、鉄球と密接なので、かなり、先ほどお返しですか、もうお疲れです。これキックは耐える斉藤、そしてまたほら金網の柱ですね、狙っていきましたか、あー鈍い音がね聞こえましたけども、そして胃袋、お胸板、蹴りが冴えて、さカバーの体勢、カウント2、そしてアイスマンのチュンピオ柱に、さあ斉藤アイスマン、ここで逆転、アイスマンゴールです、あ、なおも金網に体を叩きつけ、あー、斉藤もですね、いいですね、斉藤さん、いいですね、流れ変わりました、完全に、やっぱ斉藤選手のでも前へ前へ送ってることなく出ていくというのがですね、不安のやっぱり共鳴するところじゃないかと思うんですけど、ただちょっと流血がひどいですね、あー、TNT ポーゴ、アイスマンなんかマスクしても流血しますからね、この人を切られたという、これもむごい、あ、思えばですね、国際プレス、ラッシャー木場対ドクターデスの大阪での初めての金網デスマッチ、テレビ放送1回で終わりましたね、そうですね、むごいという理由で、まあ、その後あのテレビ東京の方でちょっとやりましたよ、そうですけどもね、しかし初めての、ね、金網デスマッチから早19年の対決がね立ちまして、タッグでのカリビアン・ウラガン・ケージデスマッチ、さあアイスマンが TNT に金網ぶつけての、今度は、ね、はい、サソリ固めで締め上げます、もう TNT も使うんですね、はい、そしてチェーンでアシストに入ったミスター・ポーゴ、このチェーンはアイスマン持ったものなんですよね、あー、それ TNT もあーチェーンを片手に斉藤に、あ、しかし、はい、斉藤4選手まだまだ激しいバトルを繰り広げます、あ
初練習、はい、真っ黒なんですけどもね、はい、初めてこの額の流血っていうのは、はい、やっぱりあまりまだ経験がないと思うんですけど、そうですね、はい、どうですか、こう額のちょっと自分でこう、はい、あ、技が出ましたね。あ、技が出ましたね。非常にフレッシュだ。はい。交互2ラメ、あー、サイドカットしました。よく見ていた。そして素早いカットだ。ぐるぐる巻きにしておいて、ボディープレスですね。はい。これは余計を食い込んできついんじゃないかという。これはですね、アシストが入って、ましてカウントではですね、3カウントのうち10カウントですから、さ、13カウントですから、よっぽどこれはもう KO っていうかですね、ダウンを奪わないと、しかもパートナーいますからね、アシスト入ってきますんでね、一瞬のなんか技とかね、はい、ギブアップするとかいう手がやっぱり大事ですよね。はい、あー、ここでアイスマンもですね、裏投げの体勢で、TNT をカバーですけど、これもカウントツー、おっと、サイド、交互に、もろですね、これ。金網。もう完全に4人流血ですね。あー、4選手がもう、リング上、どん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 、赤い血が1滴、そして2滴と、志賀さん。はい。プロレスもやはりですね、三差を物語る金網です、ね。金網らしいムードになってきましたね。はい。あー、ティノティ・ケリー、それをエルボーで返したアイスマン。あ、上上がりますね。これアイスマンが最後だ、それをキックで飛ばしたぞ、ティノティ。あー、コーナー最上段に上がって、あ、何をするんだ。あ、これトップロックが食らったら、ちょっとトップロックのブレインバスターをしのぎましたね、そして最初のカバーの体勢、よく見ていた、これもカウント2。あ、今絡み上がってます。あー、これはデンジャラスというか、無鉄砲。てっぺんです、なんでしょう。アイスマン、最上の絡みのてっぺんから、なんと、ボディアタック。驚きましたね、これは。すごい無鉄砲ですね。しかし、ケンジも返しまして、終わった、ミユキコナッツ最高。そして、後方アイスマン、あー、4人が。あー、これはもう最大の見せ場をが出たって感じですね。すごいですね、登って最上段、なだれ式のブレインバースターを返して、かなりのてっぺんですね。ジさん、かなりのてっぺんってやっぱりあの人忘れてはいけませんね。ジプシー・ジョーですね。はい、でもジプシー・ジョーは2ドイツでしたからね、はい、アイスマンボディアタックですよ。ボディアタックの方が飛距離はありますよね。いやー、こんなことできると思わなかったですね。ギョンさん思いませんけども、あっと、ニルヒコを使わせて、ティノティが逆に、あー、ニルヒコのお返し、あー、サイトダウンです。そしてティノティが両足を畳み、あっと、ここで誘い方で、あー、これはピンチだ、サイト、サイトピンチだ、誘い方に入ったティノティ、あー、あー、ここで無情にもゴングが鳴った。TNT11 分27秒、さあ、それがため最初からディープアップを奪って、カリビアン裏側ケージマッチはミスターフォーゴ TNT の勝利ということになりました。いや、正直で斉藤選手やられると思わなかったですね。いやね、斉藤さん、はい、あのそこにやっぱり胸のギブアップだったんですけどもね、本当ファンの皆さんにすまないことしたと思ってますけども、いやいやいや、でもこうやって振り返りまして、はい、あのゴングから詰まってですね、全然健康だと思うんですけども、振り返りどうですか。いや、もっともっとやっぱり強引に踏むつもりでいかないというところにちょっと甘さが出たかもしれないです、ね、そうですか、はい、さあ、ここでガンソカナアミといえば陸地上はどうしたんでしょうか。ミスターコーブになんだと、やりすぎだって、やめろというか、やりすぎだということで静止に入りましたね。もうやめとけということでしょうか。あー、なんか言い合ってますね。あー、その上 TNT が汚い、一攻撃でうるさいとばかりに、あー、ステージに入った元祖カナミデスマッチ、あー、ジプシー城がステージに入って、しかし TNT の一攻撃で、そして入ったアイスマン斉藤、あー、セコンドの肩に担がれて退場です。そして、あー、マネージャーのキノネスがしないを持って、あー、本部席の椅子が入りました。しかさん、せいですね、ごめんなさい、
さあ、またこれ。あら、これは屋根を返してきましたね。これは読みリースト、無線ポーゴとアーティユキだーっと、これは、キニョネスが抑えた。うわー、これはすごい。あー、合体パイルドライバー本部席の、本部席の、あー、これはいつもの、キニョネスポーゴ、得意の連携プレー。10匹以上ケースに入ったのが、あだに終わるような感じです。あのこの前のシリーズ中にですね、はい、まあ、ジョーがこのポーゴと TNT が仲間にしてるんですよね。そうですね、まあ、そういうこともあって、まあ、見てらんなかったんですよね。はい、あ、でもこんな終始を受けるとは驚きですね。あ、なおも本部的に、あ、ジョー脳天から先決でリング上、あ、この先決のリング上にジョーが大の字、おっと木村が、そして日本選手が心配してジプシー城の救援に入ろうとします。そしてリング上、秋のキャッタル軍フォーゴス TNT 機能です。あー、余裕ですね。あの机が真っ二つ割れるところなんですが、はい、多分これリング上は、まあ、弾力あるでしょう、はい、うん、それで割れなかったのがかえってダメージだと思うんですよ、ね、あ、なるほど、いつもマットの上で、そうそう、本部席は真っ二つ割れますけど、割れなかったことは逆にダメージを増加したということですね。そういう感じがしますね。そしてリング外、不安にも無差別で追いかけてますね。なんという無法ぶり。これすごかったですよ、この試合の乱闘は。首が飛び交いましたもんね。阿部選手、この無法ぶり見てどうですか。いや、試合後こんな風になってるんですよ、ユニフォームが出ました。そらそらそら、これはすごかったですよ。次期シリーズでですね、はい、この不安の鬱憤をですね、はい、確認して、服に込めて、もう絶対晴らします。借りを返してほしいですよね。はい、いや、これ冒頭とは違うんですけど、これほど椅子が投げ込まれた会場じゃないと思うんですよ。そうですか。こんだけ、あの、ポンポンでね。ああ、危ないですね。もう、いくら台風がですね、外をですね、猛威を振ってたって、リング内もですね、これだけ、おーっと、これ、強気が。助けるために。カットに入ってくれて助けてくれたんで、まあこのまま絶対に相手を首を取ってジョーに恩返しをしたいと思います。もう今日は泣けてくるぐらい嬉しいです。心配で心配でたまらないですけども、必ずこのジプシー城の敵は取ります。Get the car!